ドリームパスポートは日本の競争馬。場名の由来は夢のパスポート。夢のパスポートを手に入れて羽ばたいてほしい、との思いを込めて名付けられた。2005年9月3日に小倉競馬場の神話戦で高田純を背にデビュー。6番人気で後に阪神ジュベナイルフィリーズを勝つテーエムプリキュアの3着に敗れる。次の未勝利戦ではメンバー中最高の上がりタイムを 記録したが、後に、朝日杯フューチュリティステークスを勝つフサイチリシャールの2着。3戦目で一番人気に応えて初勝利を挙げる。4戦目のハギステークスでは一番人気に支持されたが、結果はフサイチリシャールの2着。この競争で、ライバルの名称サムソンと初めて顔を合わせる。続く、 京都二歳ステークスもすでにデイリーハイ二歳ステークスを勝っていたマルカシェンクの二着に敗れた。初の重賞三戦となったキサラギ賞から始動すると、レースでは直線で猛追し、名称サムソンに1、2馬審査をつけ一着となり、初重賞制覇を飾った。続くスプリングステークスでは前走で下した名称サムソンの三着に敗れるが、 サ月賞の優先出走権を獲得した。サ月賞では、重賞参加チームアドマイアムーミーや、評判馬の不採地ジャンクなどが有力視される中、安城が、大レースでの実績のない高田順が起乗することも、あってか10番人気と低評価であったがレースでは、直線でインコースの狭いところを鋭く伸びて追い込み、名称サムソンの2着に入った。続く、東京優では、 距離適正の不安が囁ささかれ、またも7番人気と低評価であった。レースは、最後の直線で、後方12番手の位置からよく伸びてきたが、前を捉えきれずにまたしても、名将サムソンの3着と敗れた。秋初戦の神戸新聞杯では夏に軽い骨折をした、ことや東京優春の1着、2着馬が失踪したことも、あり3番人気となったが、内側を走っていた名将サムソンを、 最後の直線で大外から一気にかわして、重賞2勝目を挙げた。そして2番人気で迎えた、ッカ賞では、横山則弘に乗り換わり、GI 初制覇が期待されたレースとなった。アドマイアメインが、大逃げを打つ中で中断から、やや前方でレースを進め、最後の直線では三冠のかかる名称サムソンを、直線でかわし、さらに先頭のアドマイアメインをかわしたものの、 その外から追い込んできた、ソング・オブ・インドに刺され2着に敗れた。コバとの初対決となる、ジャパンカップでは、岩田康成が起乗。レース前は、ディープインパクト、ハーツくらい、ビジャボードの三強対決とも言われたがここでも、中断でレースを進め、直線では、ビジャボードを抑えて、ディープインパクトの2着に入った。続く、有馬記念では、内田博之が起乗。 二番人気に押され最後は伸びきれず四着に、敗れたものの、同世代の中では最高着順となった。2006年7月1日から12月31日までの、6ヶ月間を対象とした、トップ50ワールドリーディングホースでは19位体に、ランクインした。なお、他に19位体にランクインした、日本馬は、この年、GI2 勝を含む10章4勝を挙げた大和メジャーと、 香港カップでプライドに金差の2着に入選したアドマイアムーンの2頭である。2007年3月18日の阪神大賞典から始動。安状には安藤勝美を迎える。圧倒的一番人気に押されたが、最後の直線でアイポッパーに交わされ2着となった。その後、天皇賞に向けて調整が続けられていたが、4月7日に右第3。 中手骨骨折を発症していたことが判明し、休養を余儀なくされる。復帰は11月25日の第27回ジャパンカップとなったが14着と大敗した。第52回、有馬記念ファン投票では7位となる6万264票を獲得。同レースへの出走を決める。高田淳と神戸新聞杯以来のコンビを組むことになった。 迎えた12月23日のレースでは、スタートで少し立ち遅れた形になり、さらに第4コーナーでつまずいたが、直線ではよく伸び、6着に入った。有馬記念から2日後の12月25日、相場解放人である、サラブレッドクラブセゾンから、所属を、三保の稲葉隆一級車に変更させる旨が、発表された。当年未勝利の高田を、有馬記念で起用するなど、 松田博士級者との間に方針の違いが生じたことが理由だという。なお東馬は12月26日にビッグレッドファーム、ホコタへリフレッシュ放牧に出された。天馬屋の手続きは帰休するまでに行われた。2008年リフレッシュ放牧を終え、1月10日に稲葉隆一厩舎へ入級した。天馬屋初戦は1月27日のアメリカジョッキークラブカップとなり、 8人目の安城となる松岡忠会が初起乗して出走。しかし4コーナーで早めに先頭に立つものの最後まで粘れず5着に敗れた。続いて京都記念に出走。内から伸びてくるが届かず4着だった。その後の大阪杯でも同様に内で伸びきれず4着だった。そして迎えた大一番の天皇賞では9着に終わった。6月12日には 第48回宝塚記念ファン投票の最終結果で8位となる32019票を獲得したことが発表され、6月29日に行われる宝塚記念へ出走。松岡はコスモバルクに帰場予定だったため、海老名正義が帰場したが、9着に終わり、3歳児の走りを取り戻せないでいた。宝塚記念後は放牧に出され、 9月26日に帰球した。帰球後は、秋の初戦となる毎日王冠に向けて調整。そして新たに安城に、三浦高生を迎え、毎日王冠に出走。得意の1800メートル戦だったが、見せ場なく11着に終わった。その後、アルゼンチン共和国倍に向けて調整が進められたが10月31日に、左前足屈腱炎を発症し、11月4日に、 引退し、北海道エニワ市のスズラン乗馬クラブで乗馬になることがバッシュ川から発表された。ありがとうございます。